ガラパン中心街のメインストリート、パセオでマリアナス・ガラパンは北マリアナ諸島のサイパン島最大の市街地で観光産業の中心地でもある。2000年時点での人口は3588人。ガラパンはサイパン島西海岸に位置し、マニャガハ島を隔てて西太平洋のフィリピン海が望まれる。マイクロビーチを中心に繁華街が発達。 主要なリゾートホテルやレストラン及びショップ、アメリカ記念公園や北マリアナ諸島、歴史文化博物館などがある。タッポウチョ山へ登山道が通じる。日本統治時代のガラパンサイパン公開道1969年のガラパン。ようやく電柱が建てられ、都市開発が始まろうとしていた。ビーチロード18世紀から19世紀初頭まで、スペイン植民地層特府は、 先住民族のチャモロ人をグアム島に強制移住させたため、当時のサイパン島は無人島であった。その間にカロリン諸島に住んでいたカロリン人が海を渡ってサイパン島に移住し、アラブアルという村を作った。これがガラパンの起源である。後にチャモロ人の帰還も認められ、両民族が共存するようになった。ドイツ統治時代は短期間であったが、 この時代に棚パグまでの道路や港が整備された。第一次世界大戦後、南洋町サイパン市町の所在地として、近代的市街が建設され、日本の委任統治の中心地となり、サイパン島の行政、経済の中心地となった。サイパン市町を境に北側を北柄パン、南側を南柄パンと称していた。松江春時の起こした南洋強発、 株式会社の事業拡大に合わせて、ガラパンは、都内地と同様の生活を享受するために、学校や病院、地方法院などの公共施設、南洋教発、建設会社、銀行、新聞社などのオフィス、映画館、公衆浴場といった商業施設があった。最盛期には、法人の人口が約1万4千人にまでなり、日本を模した街づくりが進められたため、 南洋の東京と呼ばれた。1932年に南洋軍東部落成に基づくガラパン町となった。第二次世界大戦中は米軍による爆撃の対象となり、多くの被害をこむり、サイパン戦でガラパンの繁栄は絶たれ、すべて後輩に返した。戦後、日本人はすべて引き上げ、残りの島民は主にススペやチャランカノアに住んだため、 戦後30年近くは草原と化したガラパンチョと表現されるように荒れ地と化した。1970年代に入ると北マリアーナ諸島政府は日本人観光客向けの観光産業に力を入れるようになり日本資本のリゾートホテルやレストランなどを整備して観光都市として再開発されることになった。現在はサイパンにおける最大のリゾート地域 そして繁華街として、メインストリートを中心に、中心部は5番目上の生前たる区画で、多数のリゾートホテルやコンドミニアム、免税店、教会、綾穂神社、総合病院、各種学校などが立ち並び、季節を問わず多くの観光客が訪れる。サイパン国際空港から自動車で約20分。ホテルやカントリークラブ間は、DFS ギャラリアのシャトルバスが巡回している。 マニャガハ島行きの船は、マイクロビーチに面するホテルのプライベートビーチや、ヨットや、小型クルーザーが停泊するスマイリングコーブハーバーから、出港している。グランビリオリゾートサイパンフィエスタリゾートスパサイパンマイクロビーチには、大型ホテルや高級ホテルが点在しているほか、ビーチロード沿いや、ミドルロード沿いにも、中級ホテルやコンドミニアムが多数立っている。 1980年に開業したガラパン地区の中心に位置する高級リゾートホテル。神戸ポートピアホテルが運営。マイクロビーチの目の前にあり、トロピカルガーデンとラグーンに囲まれた3つのウィングが広がっている。トロピカルガーデンにはホワイトサンドチャペルが立ち、挙式をすることができる。ホテル内に併設されているシアターでは、ラスベガススタイルのエンターテイメントショー。 サンドキャッスルが公演されている。グランビリオリゾートサイパンは2015年4月にハファダイビーチホテルから名称変更した。マイクロビーチに面する18階建て高層タワーがそびえる大型リゾートホテル。ホテルルートインが運営。グランビリオリゾートサイパンは日本からやってくる戦没者の慰霊団のビーチサイドにはサイパンで一番歴史がある石造りの白いチャペルが立ち、 挙式をすることができる。1986年に第一ホテルサイパンビーチとして開業した。2005年に全室改装され、名称をフィエスタリゾートスパへ変更してリニューアルオープンした。これらのホテルでは開業以来多くの日本人観光客が訪れることもあり、日本人向けのサービスが充実している。日本語スタッフが常駐しているほか、サービスや 設備などの案内、掲示は日本語と英語の平気となっていて、日本食レストランや日本語新聞の提供も行っている。また、マイクロビーチにプライベートビーチエリアを持ち、ホテル内のプールエリアより水着のままビーチに出ることができる。DFS ギャラリア、サイパンアメリカやヨーロッパの高級ブランドのブティックが多数入居する大型ショッピングセンターのほか、 サイパンのローカルギフトを扱う土産物店やアメリカ本土から自家輸入したグッズを扱うセレクトショップなど多数の商業施設がある。米国政府機関が入る堀口ビル、ガラパン交番マイクロビーチ法案伝、ガラパンマーケットは毎週木曜日の17時頃から21時頃に開催されている夜市。地元の茶もろ料理をはじめ世界各国の料理や BBQ、 フルーツなどの屋台や民芸品、雑貨などが並ぶ露店が出店する。また、ステージでは、チャモロの伝統的なダンスが披露される。以前は、ガラパンストリートで行われていたが、現在は、ガラパンフィッシングベースエリアで開催されている。コスガテルを、楽しい南洋群島旅行する人々への手引き、ルック JTBJTB を買い得旅オフィシャルブログ、旅のウェブ日記、 ありがとうございます。